やすのチャンネル、始めるよ、よやすのチャンネルこと、浅井康弘です。よろしくお願いします。イエイはい。では、今回の動画ですが、えー、あの、前々回ですかね、えー、紹介させていただきました。あの、三浦和選手が、所属しており、かつて所属しておりました、えー、 ベルディについてちょっとお話ししたいと思います。イェイはい、えー。ベルディ、三浦和江選手が所属しておりました、えー、ベルディ。は、まあ、皆さんご存知の方は多いかもしれませんが、えー、ベルディ、あの頃のベルディは、三浦和江選手が所属してた頃は、えー、93年から、94年から J リーグで、 年間王者を2連覇したのかな ?J リーグを2連覇した、えー、強豪チームです。えー、まあ、あの頃のベルディはもうカズさんだけじゃなくて、えー、その他にもラモスさんや、あ、ラモス・ルイさんや、えー、北澤剛さん、えー、武田信弘さん、まあ、そうそうたる ね、日本代表にも名を重ねるような選手は多数、まあ、所属しておりました、えー、もう J リーグを代表する強豪チームの一つなんですよねええー、だからあの頃のヴェルディはほんと強かったなという印象でした、まあ、特になんていうんですかねやっぱりカズさんもすごかったし あれやっぱりカズさんと武田さんのツートップはもう本当に、はもう,もう語るまでもなく本当にね、もう J リーグを代表するツートップって言われるぐらい本当にあのテクニックやらスピードやりゃもう二人はもう息の合ったコンビプレイ、もうキャプテン翼で出てくるような美咲くんと翼くんのようなコンビプレイはもう本当にもう J リーグは巻でした。あとラモスさんのその やっぱりその情熱やらテクニックとかもやっぱりそのヴェルディのもう語る上ではもうヴェルディを必要不可欠な存在でした当時はでもその頃からかまあ結構ねいろんな選手が来ましたねまあ前園真聖さ,さんも途中で移籍してきましたし やっぱり何よりも、あの、あの鉄人と呼ばれる中澤裕二さんもかつて所属してたチームらしいんですよ。ええ。ね。でもそんなベルディなんですけど、今ちょっとね、J リーグ2部、ええー、と、いわゆる J2 に今所属、合格して、もう10年以上 J1、J リーグのトップチーム、トップリーグ、 でもう所属していないチームなんですよねあの強かったヴェルディがね、うん、だから、まあ、その背景にはやっぱり、えー、日本テレビで読売新聞社読売ランドの3社が、えー、共同でヴェルディの親会社となってあのヴェルディを支えていたっていうのかな支援していたっていうのか で,でそっからなんかその三社が親会社から手を引いたあたりからもうラモスさんもいなくなりカズさんも今 J2 横浜 FC っていうクラブでまあ今も現役として活躍されているんですけどまあそれはまあさて大きいでそっからもう有名な選手 っていうのかなはなかなか移籍してこなくなってしまったんですかねうん。でまそっからもうで一度 J2 に降格したのが確か2005年に一度 J2 に降格してで2年越しで一度は J2 J1 に復帰したのかなでも1年でその J2 に落ちてから J1 に復帰するまでの間の監督があのラモス・ルイさんだったそうです。うん。でもあのラモスさんがその J1 に復帰した年には確か監督を辞めておられるんですよね。別の人に なっってしまったんですその監督がやっぱりそのラムスさんとたちとともにベルディを支えてえっと日本代表でも活躍された柱谷哲司さんまあ当時はディフェンダーとして活躍されてた人が監督になってそれでちょっと1年でまた J2 に逆戻りしたっていう 話なんですよねでそっから J2 で、まあ、一度何回か上位に食い込んでもなかなか昇格には至っていないでその間で J2 でも下位に低迷することも多々あったらしいそうです。でなかなかそのやっぱりその嫁売りグループが、まあ、経営から撤退してから、まあ、なかなかそのまあそれに変わるようなまあ スポンサー系、まあ、身売りじゃないけど、うん。そう、そんな、また、その、それに勝ると戻らないような、なんかスポンサーが見つかってないっていうのが、現状でなかなかそれで選手は、いい選手は獲得できなくて、でも選手を育てても、 やっぱりよそのチームに移籍しなければいけないっていうような環境になっているそうです。まあ僕もちょっと詳しくはあまりよくわからないんで、まあ専門家じゃないんでね。えー、でもあの頃のヴェルディのことを思えばちょっともう一度 J1 っていうかもっと優勝できるような強いチームになってほしいなって思うし、今のヴェルディはこ多分、ああ、 眠てな眠てな眠てなぁ。って,てで、まあ、そっからね、眠っちゃうような、こうやって眠っちゃうような感じだと思うんですよね。だから、だからベルディを支えてくれるスポンサーが一日でも早く見つかることを祈りたい。あの頃の強いベルディを、 見たい。我々、サッカーファンといたしましては。で、もう本当見たいな。うん。まあそうすれば、ね。J リーグももっと盛り上がると思うし、かつてのヴェルディの復活っていうことになればね。うん。であの頃の強いヴェルディを知っているサッカーファンといたしましては。 みたいなと思います。正直、それが僕の正直な感想です。イエーイうん。まあ、サッカーもいいんですけどね。うん。やっぱり、まあ、久しぶりにね、先日、まあ、コロナの影響、今、世間騒がせてますよね。まあ、その影響で日本代表の試合もね、1年ぶりに再開されたのかな。まあ、カメルンと、 コートジボアルで。で、カメルーンは0対0で引き分けて、えー、コートジボアルは1対0で勝利しました。イエーイうん。だからコロナの影響で一度は、一度、一旦は J リーグも中断してしまったんですよね。でも今でも、一応 J リーグの試合はやってるんですけど、まあ、ほとんど観客が入っていない。まあ、こういうご時世ですから、 入ってない状態らしいです。でも、一、まあ、日でも早くコロナが終わることをね、我々、まあ、我、ま、々、あ、サッカーファンとしては祈りたい。うん。やっぱり J リーグの熱い声援っていうか、その中で囲まれた、戦、躍動してくる、頑張ってくれる選手たちを見たいと思えばね、うん、見たいな。うん。 だから早く一日でも早くコロナ収束を願いたいと思います。うん。はい。今日もまたちょっとね、ぶっ飛んだ話っていうか、つまらない話をして申し訳ありません。まあ、最後までご視聴の方どうもありがとうございました。以上、えー、安のチャンネルこと、浅井安ろでした。イェイでは、皆さん、さよなら バイバーイ、イェーイ。